アルツバシェーンはアルメニアのゲガルクニク地方に属する村。飛び地であり、周囲は完全にアゼルバイジャンによって囲まれている。面積は約40平方キロメートル。ナゴルノカラバフ戦争の結果、1992年、イライアゼルバイジャン軍によって占領されている。アゼルバイジャン語での公式名称はバシュケンド。今日ではアゼルバイジャン軍が アルメニア人を追い出したため、住民のほとんどがアゼルバイジャン人である。アゼルバイジャンはこの村をガダバイ県の一部として統治している。現在の村は1854年にバシュケンドとしてチョラタン出身のアルメニア人によって設置された。実際には1607年にはアルメニア人が住んでいたとの記録が街のスルブホブハンネス教会に残っている。後に、 バシュケンドからの移民が設置したノルバシュケンドと区別するために、ヒンバシュケンドに変更された。ナゴルノカラバフ戦争中の1991年5月、アルメニア内務大臣は、アルツバシェンの住民は武装解除によって、軍事占領を免れたと報告した。ニューヨークタイムズによると、翌年にはアゼルバイジャンが軍事力を持って、町を解放したと宣言した。アゼルバイジャンは、 敵の戦車を破壊し、300人のアルメニア人、略奪者を殺害した。アルメニア側の報告では、死者はいないが29人が、後方もなく消えている。アルメニア大統領のレボンテルペトロは、戦線布告のない戦争を起こしたとアゼルバイジャンを避難する電報を CIS 指導者に送った。電報では、CIS の集団安全保障の参加国に対して、 侵略が発生したと述べられている。ソ連時代にはアルメニア絨毯を作る国営企業のハイゴログの使者がアルツバシェンにあった。アゼルバイジャン軍の侵攻後、住民はショルジャやバルデニス、アボビアン、チャムバラクに移住してこの芸術の伝統を守った。アルツバシェンの旧住民で絨毯式のイリーナガレちゃんは、アルツバシェンの女性は絨毯式を母や祖母から学ぶ。 多くがハイゴルグで何十年も働いた。アルツバシェムの少女や女性が絨毯を折れないのは恥である。ハイゴルグで働いていないとしても、絨毯食器が家にあるのだから。と語っている。ありがとうございます。